こんにちは、アロマおばさんです。今回は出産時や月経時の体を癒すのに役立つジャスミンについてです。木星科の花から溶剤抽出法により抽出される精油で、花の色は白で、羽衣ジャスミンと呼ばれる種類です。香りはフローラル系の濃厚な甘い香り。主な産地はエジプト、アルジェリア、インド、モロッコなど。花は最も香りが強くなる夜に採取されます。採油量が少なく高価ですが、香水の原料として欠かせない香りです。中国では、お茶の香り付けに使われています。インドでは、夜になると濃厚に香ることから、夜の女王と呼ばれました。ヒンズー教の愛の女神はハートを、射止めるためにジャスミンの油が塗られた矢を持っています。宗教的にも神に捧げる花とも、言われ、多く使われています。古くからジャスミンは、地球のハーブとも言われ、生殖機能を高めるものとして考えられてきました。難産の時に使用したり、生殖器系の治療や、月経痛、PMS、月経前緊張症候群、不感症、泌尿器にも良い効果があります。出産時には分娩を促し、苦痛を和らげる働きがあり、出産後は母乳の出を促進する。心が沈んでいる時には、気分も高揚させ、逆に気持ちが高ぶっている時には、興奮を鎮める作用があり、産後の鬱を和らげたい時に、おすすめします。イラン・ニラン同様に、香りが甘美なため、ベッドルームの芳香浴に、おすすめです。皮膚を柔らかくして、肌の弾力を回復するので、妊娠線のケアにもおすすめです。通経作用があるので妊娠線の、ケアは、出産後に行ってください。作用は抗うつ作用、再飲作用、子宮胸層作用、陣形作用、陣性作用、通経作用、皮膚軟化作用、分娩促進作用です。米印妊娠期間中は使用厳禁です。ティッシュに1、2滴落とし、嗅いでください。米印日本では、精油自体を飲んだり、直接肌につけないようにしてください。一部直接使える精油もあります。洋服などについてしまった場合は、乾燥機には、かけないで天日干しか部屋干しにして、ください。発火する恐れがあります。LINE、Twitter の DM で、ご相談いただければ、アロマおばさんが状態や、症状に合わせた精油を、提案し、きちんとした精油を買っていただく、お手伝いができあなたのポストに、お届けします。商品の購入時には、送料は数にかかわらず無料で、商品代金と振込手数料をご負担いただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に情報をまとめてありますので、ぜひご覧ください。